第7台風は1952年6月に発生し、静岡県を中心に大きな被害を出した台風である。ロ路図1952年6月20日、ルソン島の東海上で台風2号が発生。22日には速度を速めて北北東に進み、南西諸島を通過後、23日午後には四国沖を北東に進んで、同日20時頃に、 紀伊半島南部に上陸した。さらに23時過ぎには、熊野灘を抜けて、静岡県の浜名湖付近に再上陸し、24日未明に東京付近を通過した後、明け方には鹿島灘へと抜けた。台風は、ピーク時の中心気圧960ヘクトパスカルと、勢力そのものはそれほど強くなかったが、中心付近では雨、風ともに強くなり、 静岡県伊朗崎では最大瞬間風速秒速48.6メートル、お前崎でも最大瞬間風速秒速43.8メートルを記録。降水量も九州南部や四国東部、紀伊半島や伊豆半島等で、ところにより200から350ミリメートルに達した。これにより、静岡県を中心に関東以勢の各地で台風による被害が発生した。 徳島県でも100から200ミリメートルの短時間降雨があり、徳島では1時間あたりの雨量が55.8ミ、mm、リメートルという6月としては、第1位の記録が作られた。この台風による死者は合計で65人、行方不明者は70人、負傷者は28人に達した。また、床上浸水が4020棟、床下浸水は35,692棟という、 被害が出た。岐阜県海津市では、勝賀堤防が決壊するなどし、1287人が被災し、2108戸が浸水した。最も被害が大きかった静岡県では、藤枝町で200戸、花市村で500戸、新田尾町で400戸が浸水したという。ABCD、デジタル台風、ダイナ台風過去の台風、o a c j p 2020年4月5日閲覧。AB デジタル大事戦プラス。ダイナ台風とは。コトバンク2020年4月5日閲覧。ABCDEFGHI。ダイナ台風昭和27年6月22日から6月24日。w w w d a t a j m a g o j p 2020年4月5日閲覧。ABCD。 ダイナ台風災害カレンダー。ヤフー天気災害。2020年4月5日閲覧。気象庁災害をもたらした気象事例。www.data.jma.go.jp。2020年4月6日閲覧。ab 気象庁台風経路図1952年。www.data.jma.go.jp。 2020年4月5日閲覧。昭和27年の大型台風、四国災害アーカイブス。www.shikoku-saigai.com、ok。2020年4月6日閲覧。日本の川中部基礎川、長良川、伊比川国土交通省水管理、国土保全教区。www.mlit.go.jp。 2020年4月6日閲覧。静岡県藤枝市。www.pref.sizuoka.jp。2020年4月6日閲覧。ありがとうございます。